こんにちは、体の枝10万勝負です。今日は2022年の7月30日、時刻は23時57分になります。現在の枝コインの値段は 72.0 ということでね、来たかなという感じにさせますよね、この数字はね、はい。でこちらチャート、これ5分足ですけど、一瞬ここでね、74円まで到達しております。でずっと上がってきたんですね、これね。ここ夜しか見えてないか、1時間足ぐらいにしまして、はい、今日が、ここからですね、30日、はい。そして、今も24時になろうとしてますので、ここでちょっと下がって、ここ上がってきたので、ここが今言ったように74円で、今72円ぐらいまで下がってきたということですね、はい。で日足にしますとこんな感じで、上をつついて2回3回目で抜けてくれるかなという感じですね、はい。で月末ということで月足に行きますと、はい、めでたくですね、こちら赤の陽線で、まあほぼ終わるでしょうね、これで、はい。非常に、いい月末となりそうです。ではツイッター見ていきます、はい。バンシーさんですね、体のブロックチェーン上で初めて NFT 化された服が発売されました。誰がその服を作ったのか、誰にそのお金がいくら支払われたのか、心眼性、希少性の維持、メディア即リンクのようなさまざまなメリットがあり、検証追跡可能になっていますと、はい。オリジンスレッドっていうサイトに行きますね、はい。カルダノブロックチェーンで世界初 NFT、コネクテッド衣料品コレクションを発売します。私たちが販売する衣類のすべてのアイテムはトークン化され NFT によって表されます。これらの NFT を使用して完全な透明な調達情報を保存し、衣服の希少性と信頼性を証明し、シャツの作成の物語を伝えるユニークなメディアにリンクします。物理的なアイテムをトークン化し、衣服にNFT を添付することがそれほど重要だと考えるのはなぜでしょうかということで、NFT トークンだけじゃなくて、ちゃんとこちらのね、現物のこのタグ、おそらくこの QR でしょう、これとリンクをさせると、はい。今この QR を取ってみましたらですね、こんな感じで携帯に、出てきましたね。で、こちらをこうやって見ていくと、ビューオン、プール PM、こちら動画も入ってますね。マテリアルズ、プリンティング、カット、ソーということで、こちらは製造過程なんでしょう。一個一個っていう感じではないですけどね。はい。動画も、ここか、手でやらないとダメですね。動画もちょっと出てこないかなと思いましたね。はい。こんな感じで出てきます。なかなか取りさびやってる感じが出ていいんですけど、はい。おそらくですけど、まだね、あの衣類の販売自体はなくて、こっち24個のオリジントークンがあります。オリジン保有者は将来のすべての衣料品のリリースへのホワイトリストアクセスを受け取りますと書いてあるので、まだなんか予約みたいなね、そんな感じだと思います、はい。だけど何ていうのかな、あの今までね、あのエマゴのコーヒーのデモとか、あと、IOG だったかな、ワインのデモとか、そういうのしかなかったので、実際にね、こうやって、動き始めているのは非常に嬉しいなと思います。はい。ビットタイムス、カルドナイダの大型アップグレード、バージル、再び延期にと。カルダノエイダの大型アップグレードとなるバーチャルハードフォークのメインネット実装日が再び延期となったことが明らかになりました。カルダのメインネットでのバーチャル実装は22年7月頃に予定されていましたが、実装は予定よりもさらに数週間遅れることになると報告されていますと。この後か、7月4日にはテストネットでのハードフォークに成功したということが報告されていたため、7月末のバジル実装には期待が高まっていましたが、カルダノの開発企業であるインプットアウトプットは7月29日に公開した YouTube の動画の中で、バジル実装が予定よりも数週間遅れると報告しています。インプットアウトプットは以前からアップグレードを適切に行うために品質とセキュリティを最優先にして十分注意を払う必要がある。私たちはアップグレードが安全かつセキュアな方法で確実に管理をすることを重要視していると説明していましたが、今回の延期もスムーズなプロセスを確保し、ハードフォークの準備を整えるためであると報告されています。バジルハードフォークはカルダノブロックチェーンとそのスマートコントラクトプラットフォームであるプルータスで重要なアップデートを行うハードフォークであり、
このアップデートによってネットワークの処理性能の大幅向上、プルタスマートコントラクト言語の改善、ノード間でのブロック伝送効率の向上などが実現すると期待されていますということでね、はい、テストネットはうまくいったけど、メインに移行かというところでちょっと何かあったということですね。はい、BTBU さん、皆様の熱いサポートのおかげで XTechPoolは2周年を迎えることができました。今後も活動範囲を広げ、皆様のお役に立てるように精進してまいりますということですね。で、シーカーも BTBU さんのところで2周年感謝祭開催するということです。で、他にもあの2周年、すなわちステークプールがね、できるようになってから、スタートから入った方が、2周年になるということで、委任する側から見ても、委任できるようになって2周年ということになると思いますので、ずっとね、そういう方に委任している方などは、ね、ちょっとお祝いでもお伝えしてはいかがでしょうかね。はい、他にもたくさんいらっしゃいますのでね。はい、今日ちょっと SPO のミーティングで教えてもらったんですけど、このセックスプローラーというところの、このプールズというところに、このバースデーっていうのがあって、でそちらを見に行くと、バースデーの、ね、プールっていうのが表されるページがあって、ここに2って書いてあるのが、2周年の、ね、方々です。はい、ですのでちょっと探してみても面白いかなと思います。はい、サムさん、今回の内容は以前から重要なことだと個人的にも思ってた内容だ。カルダネ東半球ミートアップ日本ルーム、イッサさん、ラケットさん、ハーさんということで、東半球にミートアップというのがあって、で日本ルームっていうのがあるんですけど、その前にですね、なんだろう、世界中かな、あれは、東半球か、東半球の日本以外の報告というか、案件のね、アピールの時間というのがあって、それをガーッと2時間以上やってましたね。はい、でその後日本ルームで、こちら今動画で見たんですけど、おそらくこのサムさんが言ってることは、日本人がね、やっぱり人が多いので、何でも通っちゃうっていう印象をね、世界中から受けてるということで、案件も多くなってきたし、精査をねしていかないといけないねというような議題のことを言ってると思います。はい、で本当に案件が、ね、いっぱい出てきて、本当にいろんなことを考えてて、いろんなスキルのある方が、出てきているのでね、一回見ていただけるといいかなと思います。はい、津田さん、カルダノカフェオープン準備中、8月27日に初回のミートアップ開催予定していますということですね。津田さんは、IOG の宮崎さんとかと近かった会社で NFT とかねやってる会社の社長さんだったと思いますけども、エキスポにも、ね、来てくれた方だったと覚えてます。でこちらですね、はい、ちょっとシャレたカフェみたいになってますけど、こんな感じで、どこですかね、これはなんかモールの中か地下街かどうなんだろう。はい、8月の27日にミートアップっていうことですね。はい、まあ、オープンの初日、オープンはもうちょっと早いのかな。はい、大阪の付近の方、西日本の付近の方っていうか、もう多分全国から来るでしょうね。まあ、私も行きたいと思いますが、はい、楽しみにしたいと思います。はい、では値段に戻りまして 72.16 円ですね。はい、14,012.9×72.16 で元本が10枚ですので、計算しますと、91,171円のプラスということになりまして、あれ、はい、911.2% のプラスということになりました。今日もご視聴いただきましてありがとうございます。失礼いたします。